会見を終わった後のそれこそテレビだったりとか SNS だったりとかっていうところで間違いなく僕はそうバッシングされると思ってます僕がこの本で伝えたかったのは僕を支えてくださった人への全員への感謝が書きたいなと心の中にもちろん楽しいんですけどモヤモヤっていうものは僕の中にも存在していてまあ特に芸能生活でいう 178年間の、まあ、第一ピリオドまでの手越優也未練というわけじゃないんですけど、まあ、突然の形で僕は退所することになったので今までの充実した活動とか、えー、助けてくださったスタッフの皆さんだったりとか、えー、会社の皆さんだったりとかファンの皆さんだったりとか、まあ、きっと僕,も僕にもモヤモヤがありましたけどきっと僕をこう応援してくださっている方々も。 きっっとモモヤヤがあっただろうし僕がこの今後の未来に見据えていることっていうのがもちろん今までの人生にはリスペクトしつつもさらに影響力だったり新しいことをしていきたい真実ではない情報だったりとかモヤモヤだったりとかそういうものを残したまま次の人生に行っていいのかなって思った時にやっぱり僕自身やっぱり生身の人間手越しうやっていうところで。 あの今後は勝負していいきたいあのみんなが共感してなんか辛い時とかこう困った時にどうしようかななんか自分の人生辛いなって思ってもなんかなんか手越秀栄見てると笑えるなとか元気出るなっていうふうに思ってもらいたいこれからはっていうところで今までの真実とか今までのものっていうのをこの闇に葬り去った状態で果たして次のセカンドキャリアに行ってもいいのかなっていう時に僕は。 はてなが自分の中に浮かんで楽しくはあったんですけどやっぱり、えーまあ、今回この著書を出すにあたって、まあ、たくさんの、えー、方々の今までの事実だったりとかっていうのを書いてると思うんですけど、まあ、僕自身もまあ言っちゃえっていう性格ではあるんですけど、まあ、ある程度はこう僕のなんだろうなこのまっすぐなちょっとつ盲信の頭なりにはきっとこういう本を出すと こういう反応が来るんだろうなっていうのは考えたときにまあ賛 p って何やってもあると思うんですけど間違いなく3よりピが来るっていうのはもちろん自分の中では覚悟してましたしきっとこの会見を終わった後のそれこそテレビだったりとか SNS だったりとかっていうところで間違いなく僕はそうバッシングされると思ってますはい、こういう内容なのでただこの本に関して言うとえ普段の 例えば登場人物での呼び方とまた違うところっていうのは、えー、と多々あります僕自身があのすごくまっすぐやりたいことを今までやってきた人間なので、まあ、これは仕事もそうですしプライベートもそうなんですけどもまっすぐ行き過ぎたからこそ、えー、巻き込んでしまった周りの友人だったりとかこれはもうあの一般の方もそうですし 有名な方もそうですけどやっぱり僕のせいで嫌な思いをさせてしまったりとか巻き込んでしまったっていうところに本当にずっと僕は今まで申し訳なさを抱えたままきっとで特に有名人同士になればなるほど僕の,あのサイドだけの問題ではなくて相手には相手の思いだったりとかがあるのに今までこう真実じゃないちょっと誇張された内容を書か,書かれたままなんか 相手に迷惑をかけちゃったっていうところを訂正せずには僕はその第二の人生に行けなかったので今回いろんな今まで報道された内容だったりとかっていうものを本当に申し訳ないなとでも心からみんなに感謝してますっていうので多少強い表現とかもちろん出てきてると思うんですけども僕がこの本で伝えたかったのは今まで関わってくれたプライベートも仕事も含めて僕を支えてくださった人への全員への感謝が。 書きたいなとそして今後、えー、僕手越悠也が生身の人間一人の人間手越悠也として、えー、未来に向かってこんなことしていきたいんだよっていうところを、えー、伝えたいなと思って書きました恋愛のことに関してってあのちょっとあの僕が伝えたかったことと実際のこの本のイメージがあの勝手に一人歩きしちゃったっていうそのギャップは正直僕今回のことに関してはちょっと否めないんですねで別にあの恋人の実名を 一人も好評はしてませんただあの今まで報道された週刊誌の内容を正したいっていうので名前を出しただけであって別にあのこの人とお付き合いしてましたっていうのは、まあ、読んでくださったら分かるんですけど一人も出してないですしさっきもあの言ったんですけど僕がこうやってまっすぐ今日は仕事したい明日は遊びたいっていうので自由に行き過ぎた結果そこの場で、ね、一,一緒になって緒になって。 例えば食事をしたり、時には乾杯をしたりとかそういうお話をしたりっていうところに来てくださった、まあ、男性も含めて女性芸能人もいるわけじゃないですか。っていうあの記事の内容は、もちろん僕も18年間ずっとアイドルやってたんで分かるんですけど、まあ、本って、まあ、僕の本はちょっとちゃんと心底読んでもらってシーンはもう感謝をあくまでも書いた本なんで伝わったらいいなと思うんですけどやっぱり週刊誌とかメディアは。 やっぱり視聴率が取れたりとか本が売れるのが一番もちろん大事じゃないですかもちろんそれも分かるんでだからこの本の中にも書いてあるんですけどみんな大勢で行ったご飯なのに3回とか2人っきりだよって書かれちゃったことに対してもちろん僕だったり僕のファンも傷ついたことはあるでしょうけど相手と相手のファンを僕のこのま,まっすぐすぎる性格に巻き込んでしまったっていう申し訳なさが僕はずっとあったんですね。なんで 全然報道と違う内容なのにそうやってこの本に出てくる方々に俺は申し訳ないのを巻き込んじゃったなっていう責任感があったのでもちろんここで改めて名前を出すことによって余計なお世話だよって言われるリスクがあるっていうのも僕は重々承知ですけどやっぱり今までの真実とか何かこうもやもやを残して僕は次の,あの新しい人生に行くっていうのが自分的にはちょっと許せなかったんで。 あの書いいたっていうだけで別に恋人の実名とかを出してるのはあのちょっと勘違いさせちゃいますけどないですそれに関しては本の中では結婚を考えた女性が3名いたというふうに書かれてましたけど、はい、結婚に至らなかった理由と結婚、その至らなかった理由については、まあ、本読んでもらえば分かると思うんですけどすっごい若い時の恋愛だったんですよ。あの10代とかなので さすがに、ね、ジャニーズに15歳で入って15歳でデビューさせていただいて5年で20歳になりました結婚します、これおかしいじゃないですか、<laughs> なんでやっぱり、あのー、こんな、あのー、周りのことを気にせずにいろいろ傷つけてしまった僕ではあるとは思うんですけどやっぱり20歳21の時ってこうそれまでの15歳から21歳って、まあ、多分、皆さんもそうだと思うんですけど 学校と仕事でで手一杯じゃないですかで今こう32歳でキャリア18年19年になっていろいろプライベートと仕事っていうものの切り替えだったりとか両方に垣根がないぐらいのモチベーションだったり楽しさっていうふうに今ではなってますけどもうその当時はもうとにかく仕事仕事やっぱ恋愛と仕事どっちとんだよいや仕事でしょみたいなそういうぐらいの。 ぐらい仕事にも今でももちろん没頭してるけど仕事に没頭して周りが見えなくなるぐらいの余裕しかその当時の手越祐也はまだなかったので結婚はやっぱりすごい好きではあったけど結婚しようっていう風にはやっぱならなかったですねはいで今の結婚観はないっすね結婚願望 <laughs> それこそデビュー時と一緒である意味僕今第2の人生をどん底からデビューなんで 結婚して1人の女性を愛してる時間があったらもちろんそういう人が未来に出てくる可能性はありますけど今はもう昔から応援してくださったこんな破天荒でこういう本も出しちゃうような僕を応援してくださってるファンそれでもついてきてくれるファンとこれからの活動で これ男性ファンも女性ファンも含めてなんか手越し思いっきりやって楽しそうだなかけてみるか手越しに手越しの活動見てみるかっていうファンを幸せにする時間に使う方が僕は今は必要なことだと思うので今結婚願望は全くないですね。